SP レコードは1948年頃にプラスチックを材料にマイクログルーブで溝を刻んだ LP レコードが登場して以降、それ以前の蓄音機用レコードをスタンダードプレイングと呼んで区別するようになり、これを略した呼び名でレトロニムである。すなわち、 1887年にエミール・ベルリナーが開発した円盤状の蓄音機用レコードの総称といってよく初期の縦溝レコードや片面レコードなども含まれる。1950年代後半まで生産されその後は LP レコードに完全に移行した。SP レコードという故障は日本ではよく通用する言い方だが国際的には 78S または 78rpm レコードと呼ばれることの方が多い。大きさは直径がほぼ12インチのものとほぼ10インチのものが最も一般的である。LP レコードのように直径の規格が精密に守られているわけではなく、わずかながらばらつきがある。12インチ版の片面の最大収録時間はおよそ5分前後でテープ録音をもとにしたカッティング技術であるベリアブル。 ピッチグ10部のレコードは片面6分以上の収録が可能であった。また、10インチ版の最大収録時間は約4分であり、ポピュラー音楽を中心にこのサイズが採用された。したがって、残存する SP レコードは10インチ版が最も多い。その他にも12インチ版や10インチ版ほど多くは、内蘭7インチ版も存在し、19世紀末から20世紀初頭に、 かけて採用されることがあった。また7インチ番は、レコード産業が確立した後の時代において、電化版や同様などの自動向きに使われることがあった。国際的には、78S、または 78RPM、レコードと呼ばれることが多いが、これは多くの SP レコードが 78RPM を標準の回転速度としているからである。しかし、 SP レコードの回転速度は1940年代に入るまでは厳密には標準化されておらず 80rpm のものもいくらか見られる。また、主に電気録音導入以前に収録時間を伸ばす目的で回転速度を 76rpm 以下まで落としたり逆に 80rpm を超える例も見られる。このため再生音を聞いて速度を調整する必要があり、 これが SP レコードの規格上の大きな問題である。なお、黎明期のレコードには速度調整ができるように標準音を曲と同じ面に収録したものがある。二パケ社からは100回転のレコードも発売されていた。SP レコードは酸化アルミニウムや硫酸バリウムなどの微粉末をシェラックで固めた混合物を主原料としており、 針圧が 120g 前後の鉄心のトレースに耐えられる高度を持つ一方非常に脆く落下や衝撃に大変弱いまた天然有機物を原料に含むためカビの発生を防ぐことが難しいレコードを製造する国や時期によって材質にばらつきがあり再生音やスクラッチノイズに大きな違いが見られる SP レコード初期の頃は収音機の奥に取り付けられた 振動板で直接針を振動させて、レコード原板にカッティングする、機械式吹き込みで録音された。機械式吹き込みでは、演奏者がラッパの近くに集合し、レコーディングエンジニアの指示に従って演奏中に、ラッパとの距離を調整したり、大音量を発するストローバイオリンを使って演奏するなど、演奏者にとって不自由が多かった。そのような中でも、 録音技術を最大限活かそうといろいろな工夫をしたのは指揮者のレオポルド・ストコフスキーであった。ストコフスキーは録音室におけるオーケストラ団員の配置を大きく変えることで録音効率を高めレコードの音質向上に成功している。旧吹き込み時代の録音は電気録音以降に再録音されたケースが多い。しかし旧吹き込み時代に死去したり、 あるいは旧吹き込み時代に前世紀であったミュージシャンや演奏家の録音には優れた演奏も多く、その優れた演奏を生かすべく、カルーソーの録音などは旧吹き込み時代の彼の声に電気録音のオーケストラを被せるといった試みも行われている。また、機械式吹き込み最後期の1924年頃には、それなりに技術が完成されており、 最初期の電気録音よりも良い成果を上げている例もある。1925年にマイクロフォンを使用し、アンプで音声信号を電気的に増幅し、カッターヘッドを電気駆動してワックス板にカッティングする電気録音が実用化されると、各社ともに一斉に電気録音に移行した。電気録音は再生音のダイナミックレンジ、楽器間の音の分離に優れていただけでなく、 演奏者が普段通りの楽器と立ち位置で演奏できる点で圧倒的に優れており、録音史上の一大革命であった。特にオーケストラの録音数は電気録音開始後飛躍的に増えた。電気録音初期はアメリカのブランズウィック社製のライト冷方式による録音とウェスタンエレクトリック社製の録音技術が競合したが、 ウェスタンエレクトリックの音質が圧倒的に優れているという評価に傾き、1927年にポリドールレコード社がウェスタンエレクトリック方式に完全移行したことをきっかけにライトレイ方式は急速に捨てられていった。このため、1925年から1927年の間にライトレイ方式で録音されたものをわざわざ1928年以降に ウェスタンエレクトリック方式で再録音した事例も多く見られる。コロンビアのスダレレイベルの例日本でのレコード生産は1909年に始まったとされ、むねどの時代においても良質なレコードが作られていた。しかし、日中戦争長期化後、版の材質の劣化は進み、とりわけ1939年から1943年頃の SP 版は、 材料の悪さを反映したスクラッチノイズが多くブツブツとした突起状プレス版も参見される。いわゆるコロンビアのすだれレーベルの時期がこれに該当し、インクの質も悪くレーベルの印刷まで不鮮明である。しかし、この時代にのみ発売された流行歌のレコードなどはいかに再生音が悪くても非常に貴重な日本の文化遺産として重要である。 1950年代になると、ビニール版にとって変わられるようになり、コロンビアによって最後に SP 版が生産されたのは1962年で、ある。一般市場で新品として販売されている SP 対応レコードプレイヤーは少なく、対応機でもカートリッジを対応品に交換しないと SP 版を再生できない機種もある。なお、日本武道館にほど近い場所にある、 昭和館において日本で発売された SP レコードを体系的に収集、整理、保管し、いつでも検索、視聴可能にしようとするプロジェクトが政府主導により進められつつある。1877年にトーマス・エジソンが発明した円筒型レコードは商標をホノグラフと言い,い、当初グラモフォンはホノグラフと競合したが、プレスによる量産が可能でありまた保管にも幅を。 取らないという利便性からグラムンの人気が高まり、ホノグラフは衰退していった。SP レコードレーベルに見る四地区日本コロンビアの歴史、ありがとうございます。